どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎とあゆれんにゃんと大学生です。ありがとうございます。ありがとうございます。適当ってことで、れんにゃん野球やってるじゃないですか。野球やってます。テニスは初心者じゃないですか。テニスやったことないです。なんで野球やってる人大体テニスのアタック止めできる説っていうのをやろうと思います。おお、アタック止めとは。アタック止めとは、僕がもうとりあえずバシバシ思いっきり打つんで、もうバーンって打つのを、僕嫌い、おらって打つのをレニアがパンって止めるだけ。ああ、そう、ういって止めるだけ。それだけのことですよ。はい、お願いします。じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。あゆ太郎チャンネル。それをやってもらいます。じゃあ行きましょう。怖えただのいじめみたいな。いや、野球やってる人できるよ絶対。アウトだからね。なるほど。思い切るっていうか。うわ。おお。入ってる。いいね。うわ。おお。惜しい。うん。いいね。反応いい。うん。おお。いい。あゆ太郎チャンネル。はい、お疲れ様でした。どうだった？いじめってやつ。すごいよね。いじめ。あんな当たんないよね普通。てか、はい、初心者じゃ、てか初心者のやる練習じゃないんだけど。初心者のやる練習じゃないんだけど。いや、すげえさすがだよ。でも楽しかったです。楽しかった。ただ痛いっす。当たったね一回。何あれ。ハゲたかと思った。すごいね。最後ものすごいいいボレーきます。殺しました。よかったです。よかったね。ってことで。これからテニスもやっていくので、うみほたんと一緒にやっていきます。上手くなろう。みほたんとどっちが早く上手くなるか。ダブルス出るんで。ダブルスね。みほたんとみほたんダブルス出る。頑張ってください。はい、半年後の試合で。半年後。OK です。ってことで今日は終わるかも。この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ってことで次回の動画でまたお会いしましょう。
うわぁ人間壁当てやられてる、えぐい今の